はい、酒好きな、元新潟人の飲酒動画。今日は、こちら、ハイサワーの、多分まだ飲んでなかった梅味です。果汁が 10% の、炭酸飲料ですね。ハイサワー。焼酎1に対してハイサワーを3入れれば、出来上がり。ということで。ローソンストア100で、超お得な、108円で 1.3 キロのね、こちらの氷を使ってですね。これマジで超安いんだよ、これ。ローソンストア100のね、氷がね、マジで安い。普通にローソンで買うとね、500グラム100円なんですよ。普通のローソンで買うと、500グラム100円なのに、なぜか、ローソンストア100だと 1.3 キロで100円っていう。おやす。で、焼酎を入れます。このぐらいかな。焼酎を入れて、そしてハイサワーを、よいしょ。先ほどですね、ちょっと卵をですね、落として割ってしまって、で、まだ生存している卵をですね、吸出して、で、もったいなかったんで、もう使っちゃおうってことで、つまみにね、先ほど卵焼きを作ったんで、それと一緒に食べたいと、食べながら飲みたい。はい。ね、卵焼きです。はい。こちらですね、このフライパンですね。この裏がね、ちょっと特殊な、IH のフライパンなんですけど、なんだ、Amazon でなんか評価が良かったんで買ったんですけど、ちょっと重い。結構重いけど、安物だとね、フライパンね、なんかね、まっ平らじゃないんですよ、ここが。この中央がね、中央が若干、膨らんでて、で、こっちの方が、端の方がね、凹んでるっていうか、傾斜になってるんですが、これはちゃんとまっ平らだったんで、良かったです。それではまあいいや。いただきます。乾杯。あ、うん。ん？なんか味薄いな、なんか。なんかあんまり梅の味がしない。てかあんまり甘くない。これ、じゃあいただきます。うん、塩と胡椒で、うん、ちょっと塩足りねえな。ちょっと塩が足りねえ。ソースとんかつソースいただきます。あ、そう、今日ね、晩飯にですね、お好み焼きを作ったんですが、泡立て器がなくて仕方ないから、箸でかき混ぜてたんですけど、どう考えてももうね、泡立たないっていうかね、泡立たなかったんで、急遽泡立て器を買いに行ったんですよ。あと、ボールと。んでですね、戻ってきて、それかき混ぜてたんですけど、全然泡立たなくて、で、結局、
ほとんど、塊になんなかったんですよ。ね。ボタボタっとした。粘り気が生まれなかったんで。多分あれ、時間経つとダメなタイプだね。うん。おそらく。それで、もうなんか、水っぽいなんか、お好み焼きになりました。失敗しましたよ。結構難しいですね、お好み焼きね。うん。まあ、でもまあ、料理には失敗がつきもんだから。ああ、風呂上がりはうめえ。でもなんかあんまり薄い、うん、なんか薄いし、あんまり甘くない。若干甘いんだけど、あんまり甘くないっす。原材料が、果実、かっこ梅、レモン、と、ぶどう糖、果糖、液糖と、梅酒と、酸味料と、香料と、保存料と、ラック色素と、カラメル色素。となってます。うん。てか、梅の味自体があんまり弱い。風味が弱い。梅っていう酸っぱさもあんまりないし、うん、これダメだな。これあんまり美味しくない。あと今日は、医者へ行ってきたんですけど、超有名な、精神科のですね、U メンタルクリニックというところへ行ってきたわけなんですが、まあ、ね、U メンタルクリニックといえば、超有名な、漫画のですね、結城優っていう、その、先生の漫画があるんですけど、非常にわかりやすくですね。精神の、なんていうか、精神病のやつを紹介してる漫画があるんですけど。あそこのね、先生。まあ、俺がかかったのは多分別のところなの。結構ね、5種類ぐらい店舗があって、まあ、俺が行ったのは上の委員だったんですけど、多分そこには先生はいないと思うんですが。まあ、なかなかね、なんつうかな。他の医者だとね、絶対紹介しないんだけど、自立支援のね、をね、自立支援の、を紹介してくれてましたね。うん。あれはなかなか、すげえな。普通、精神科医って、自立支援を教えてくれないんですけどね。俺もずっと知らなかった。ずっと知らずに、ね、4年間ぐらいずっと知らなかったんですけど。まあ、自立支援っていうのがね、いわゆる病院の3割負担のところが1割になるんですよ。だから値段が3分の1になるっていう。まあ、俺もそれやってますけど。まあ、申請の、まあ、申請が必要だったり、まあ、いろいろあるんですけどね。まあ、非常に便利。値段が3分の1ですか。むちゃくちゃ安くなる。ということで、これ薄いわ。
このハイサワー薄い。もうちょっとこれ酸っぱくならんかったんかな。全然あの酸っぱさも風味も甘さも弱い。ものすごく弱いですね。パンチが弱い。コクがほとんどない。甘みもほとんどない。香り、まあ甘みはまああれか。香りもまあ、あんまりない。これはおすすめませんわ。はい。1、3、3、2です。ご視聴ありがとうございました。